優勝しか見てなかったんですけど、まあ、それが達成することができなくて力が足りなかったとしか言えません今は、はい、途中川野君に追いついた時に後ろにつければもっと良かったかなっていうのはそこは一つ、はい、良くなかったです。人に勝ちたいっていう気持ちがもう少し足りなかったのかなっていう、まあ、私がオリンピック目指す思いっていうのは本当に応援してくださる方々のためっていうのはいつも変わらないので、ゴールしていつも応援してくださってる方々がいつも以上に笑顔になる姿を見るのが、目標です。なので次こそはまあ自分を超えるっていうよりかは相手を倒すっていうところにフォーカスして残りやっていきたいなというふうに思います。